みーちゃん、今日はどんな一日だったの？今日は注射を受けてきた。ワクチン、これは大事なことらしいよ。おおおおお、乗ってきた。だいくらなんでもね、ちょっとそれはどうなの？机に顎乗っけて、ちょうどいい顎大きかった。少し高いけど、まあ許すわ。ポイントとしてはお父さんと同じ椅子に。超狭いんですけど、一人掛けのソファーにね、大の大人、男一人とさ、大型犬が一緒に座れるわけないでしょ。でも出られないんだけど。父さん何を焦ってるのかしら。まあ、私はここで一向に構わないね。マジ出られないんだけど、どうしよう。つま先立ちするといいわ。耳潰さないでよ。いや、耳は潰してない。椅子の問題。この通り、みーちゃんは一人で座ってました。お父さんの狭い、俺と一緒に座って、狭いスペースに、え、お父さんと一緒に座ってね。せっかくお父さんの分のスペース空けてた。ちょっと少なくない？3割ぐらいしかないんだけど、俺のスペース。とりあえずちゃんと座り直して机の上をチェック。これはお茶だわ。どうぞ。なんで一緒に座ってくれない？ぬるスタジオ。ん？みーちゃんもお茶が欲しいの？あっちのコップはどこ？いやいやいや、ダメ。分かってんじゃん。かわいすぎるね。と耳の首周りのファーも可愛い。ファー、ファーじゃなくてミーよ。お母さん音間違え。ドーレーミーファーミーファーミーファー。音楽教室かし。ねえ、お家にピアノが欲しいね。そう。何そのさ、ちょっと接近してくる感じ。ちゃんと一線は越えてないわ、みたいな顔してさ。そう。ん？でかいよ、あんた。ああ、こっちもできた。